片沼は宮城県大崎市鳴子温泉にあるカルデラ湖。湖水は世界でもトップクラスの酸性度を持つ。周囲をくるみがたけ、オガタケ、松が、竹、鳥谷が竹に囲まれた東西約500メートル、南北約400メートルのやや潰れた円形をなす。湖はこれら鳴子火山群の加工湖と考えられていると同時に、 火山活動により流出した溶岩による石止めことも言われている。なる子温泉が北西約2キロメートル山一つ越えた向こう側にある。俗日本語記、上は4年4月16日上に玉作り際温泉一種紙が雷強振動し昼夜やまない。温泉が川を流れ、その色は小のようである。加えてもって山が焼け谷が塞がり、石が崩れ木を折り、 さらに新しい沼を作った。湧く声は、雷のようであるとある。この新沼が片沼ではないかとする説がある。湖水は、世界的に見ても、かなりの強酸性であり、水素イオン濃度は2.4にも達する。pH はかつては1.4であったが徐々に上昇している。蒸気の理由から、魚は全く生息していないが、湖岩を中心に、 三ユスリカというユスリカの一種が大量に生息している。主な生息種はユスリカ、緑草、軽草のそれぞれ一種ずつである。固定からは絶えず熱泉ガスや水蒸気が発生しているため、東北地方の山間部にありながら、陶器になっても一部は凍ることがない。また、周囲の地域はおおむね、赤松と小ならなどからなる雑木林や地巻さ ススキなどの草原に覆われているが、湖畔の一角には、ヤマタヌキランというスゲ族の植物の大群落がある。この植物は、日本の東北地方の固有種で、硫黄関連の火山ガスの噴出口、いわゆる硫口の周辺にのみ出現する植物として知られ、この池の性質と結びついた、独特の景観を成している。湖水は天候によりエメラルドやブルーに変化するが、 固定からの熱源のため清掃が弱く、下季に突発的に前層循環があると、固定からの硫化水素と上層の酸素の反応によってできた粒状用により、湖面が白濁する。泳ぐことはできないが、貸しボートを利用できる。湖畔には、レストハウスが一軒存在し、食事を取ることができる。また道路を隔てて、大崎市が管理する、クレー射撃場が存在する。 湖の周囲では、硫化水素が発生しているため、温泉地特有の卵が腐ったような匂いが立ち込める。湖の外周に沿って歩道が整備されており、一周することができる。1931年には、家人の斎藤も吉が片沼を訪れて、短歌を読んでおり、その歌詞が湖の脇に建てられている。かつて沼の周辺には、ナルコ片沼鉱山が存在し、 用の採掘が行われていた。1950年6月29日には、落盤事故で4人が死亡している。ありがとうございます。